なんか読みたい本を見返すと、あ、これ今私必要っていうのがあるので、まず新しい本を買うっていうのはちょっと減ってきましたね、やっぱり。もう自分が欠けてる部分、必要だと思う部分は、ある程度選手たちが揃ってきてるので、このように。イチローさんの素晴らしさはもうもっとたくさんあるんですけど、語り継がれてますよね、やっぱり名言集。僕は期待があろうとなかろうと進むタイプです。現役中に過去のことを懐かしんではいけません。ほらね。そうそう、私ね、いや、これを読んでるからってわけじゃなくて、私そう、あの、よかった、そうしてます。誰さん、制作委員会さん。私、はい、やってます。なんか過去のことを振り返ったり、あの時こうやったなーってこうしみじみ思うのは、投げれなくなって後っていう風に思ってるんですよ。なので、その DVD とか、まあ、今振り返ってみるってことはあんまないんですよね。これいいんちゃう、すごいなー。これさ、いつ発言してんねやろね、イチローさんのこの名言集。そのどういう機会の時にこれを発してるんだろうか。プレッシャーのかかる感じはたまりません。僕にとっては最高ですよね。ものすごく苦しいですけど、そのインタビューで言ってるのかな、何だったっけ、勝利者インタビュー。でも私たちってこんなんさ、なんか発言する、こういうことを発言する時ってないよね。もはやありきたりの選手でいることはできませんってさあ、優勝した後に言い出したらさどうしたってなるやん。いつだってチャンスの時には力が入るものです。よかった、やっぱりそう。みんなそう、私もそう。こうしてるうちにさ、あっという間に時間が過ぎるから。家で読んで。はい、うん、まあ、読み出したらこれ面白いわ。面白くない？かいつまんでさ、いいとこだけ見たら。次はちょっと真面目な話したから面白いやつにしよう。ちょっとあの、これはあんまりボウリングと関係なさそうなところのやつよ。これ色の心理学は前にも言ったけど、ユニフォームとかさ、テーピングの色で視覚効果あると思いますよっていう話、まあ、こういうところから来てるのかな。これはあの、本当の自分が分かる、人生が楽しくなる、選んだ2色があなたの心の中を映す鏡ですっていうので、多分買ったなと思うんですよ。その時の、うわ、占いやな、言うたら占い。その時のいいなって思う色ってすごい変わっていくと思うんですよ。私あの、子供の頃から覚えてるんですけど、子供の頃はピンクと水色がすごい好きやったの。キキとララのカラーです、リトルツインスターズの。だからキキララが好きだったんですけど、すっごいもうね、たまらなく好きだったの、このピンクと水色っていう組み合わせが。だから折り紙もそのすぐに使ってその色からなくなっていくか、まあ、もしくは最後までもうボロボロになるまでずっと置いてあるかっていうぐらいピンクと水色が好きだったのね。で、大人になってからはもうつい最近までもうずっと黒ですよ。もう黒、なんせもう何を選ぶにもまあ黒選んでしまう。服とかもう黒だし、だったし。で、その次に好きになった色が白で、なんか車とか今まで全部パールホワイトなんですよ。なんでかわからんけど、ほら携帯とかさ、そういうのもなんか白とか選んじゃうのね。だから黒の白も好きかなってなってきてて、でね、最近ね、なんか結構好きなのがね、紫が好きなんですよ。私紫ってあんま好きじゃなかったんですよね。紫が苦手、嫌いだったの、ほんと。まあピンクとかまあ好きだったけど、ずっとね。だからそのように時代や日、その日、今日は何かっていう、そのカラーによって何かこうさ、ヒントがあるんじゃないのと思ってさ。私ね、占いはそんなめっちゃ好きってわけじゃないんですけどね。けど色もそうやし、夢も占い好きやね。今日ちょっと夢占いの本持ってこなかったけど、
夢見るやん、なんか不思議な、なんでこんな夢見たんやろみたいなことがあったらもうすぐ起きてすぐ調べるもん。あの夢占い検索犬とかなんでやろうっていう謎に感じた時に、したらね、すごい細かく動作、何を見たとか何が起こったとかどういうシーンだったっていう細かく夢占いで説明してくれてるから楽しいでしょ。まあだから何っていうとこやけど、何やったこの前も歯がさ、歯が全部ボラ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 抜ける夢とかさ見て、歯が抜けるって調べたりとか、なんかその時はね、体調が良くないか歯に治療してる跡があるかって書いてあって、ちょうどその時私ね、なんか歯茎が腫れた日があって、それで痛かったからそれでかなっていう風にじゃんじゃんで終わってんけど、でもあまりにもうボロ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 全部歯がこう抜けていく感触まで覚えてたから、なんて夢と思って、まあ、そういう何か理由があるのかなって思いたい占いからの紫調べるこれやな、紫、赤、あ、じゃあ紫は読んでいい紫は赤と青という相反する性質が混ざり合ってできている色。赤と青ってことはさ、私のピンクと紫、あ、ピンクと水色の好きな色混ざってるっていう意味では、そういうことやね。情熱的で外向的な赤と冷静で内向的な青という複雑で何とか的な思考感情を秘めています。そうやねん、何が難しいって漢字が難しいねんな、いつもだからもうニュースとかも分からへん。娘とさ、ニュースを見るねん、ニュースは見ないかん言うてるから、ニュース見るやん、一文字も分からへんやんかなんとかなんとかのなんとかなんとかは何々が何々で何々でした、全部分からへんみたいなほんで私が先に人単語も分からへんかったわみたいなほんなら娘も、あ、ママも分からへんかった、うちも分からへんかった幸せどこまで行ったっけ、そうそうそう、感情を秘めています。他にも陰と陽、女性性と男性性、肉体と精神、右脳と左脳、大人っぽさと子供っぽさ、理想と現実など、二律背反二律背反な面を融合させた神秘の色です。故に紫を選んだあなたは二面性をバランスよく組み合わせている不思議な魅力にあふれた人でしょう。だって何、なんかアメとムチみたいな、そういうことそういうことかな、二面性だって今はそういう時代なのかな。ほらなんか楽しいやん、うーん、そうか、なんかやっぱりアメとムチがいいんやB 型の自分の説明書、これみんな持ってんじゃん、みんな自分の血液型持ってるやろ、絶対持ってるってこれ、血液型もね占いによく使われますよね。楽しい、これ面白いんですよ、ちょっと待ってね、面白いところを見つけるから。